ドイツ企画協会のロゴベルリンティ t テンチ地区にある、ドイツ企画協会の本部ドイツ企画協会は、ドイツの国家標準化団体であり、ISO 加盟機関である。ディンは、ベルリンに本部を置く、投器社団である。ディンは、現在約3万のディン企画を制定しており、ほぼすべての技術分野をカバーしている。 1917年にノルミーネスチュース・デア・ドイチェン・アンダストリーとして設立された。工業製品だけではなく、多くの分野で標準化問題に取り組んでいることを反映して、1926年にドイチャ・ノルミーネスチュースに解消された。1975年にドイチェス・アンスティチュフィア・ノルマングに解消され、国際及び欧州レベルでドイツの利益を代表する公式の国家、 標準化団体としてドイツ政府から認められた。当時リンはドイツインダストリアノームの略と誤って伝えられることが多い。これは主にナジ時代からの歴史的起源によるものである。ナジの時代には実際にその企画を DI ノームとして公表していた。例えば1918年に最初に発行された企画は DI ノーム1だった。 現在の DIN の規格は正しくは d i n ノームというが今なお多くの人が誤って規格名称に d i n ームをつけている。最も初期のそしておそらく最もよく知られている規格の一つに1922年に制定された DIN476 がある。これは紙の寸法の A シリーズを初めて導入した規格で1975年に ISO216 として 国際規格に採用された。現代の技術における一般的な例には、電子機器用のディンコネクタやミニディンコネクタ、電子機器収納ラックのディンレールなどがある。ディン規格の名称は、その由来を示している。ありがとうございます。